今年をスタートアップ元年と位置づけて、5年間で10倍スタートアップを増やそうと、こういったことを考えて、皆さんのそれぞれの具体的な取り組みの中で、これが欲しいんだと、なんかそういうこの具体的な点があれば、お聞かせいただけますか。僕自身学生時代に起業しまして、当時もですね、僕の周りにも起業に興味あったりとか、あとこんなこと将来やりたいんだっていう思いを持つ人はいるんですけども、実際その中で何人が、自分でやりたいことをやってるかっていうと、かなり人握りなんですね。で、そこはなぜだろうというふうに考えた時に、いろんなこうベンチャーでリスクとかを考えてしまったりするので、そういったこう心理的なハードルであるとか、こう失敗した時の何かサポート、そういったものがあるとが、創業者であるとか起業家、そういった人種にとって魅力的なライフスタイルがここにあるということが、僕は非常に重要な要素の一つだと思っております。10年前に浜通りカレーにしたいって言ったのがですね、現実化しそうだなというところが来たので、あとまたいろいろコラボレーションさせていただければと思います。浜通りに行けば何か面白いことがありそうです。ワクワクというふうに思ってもらえるような場所になんかしていきたい。私の実家は農業をしているため、農林水産業の研究という点でも地元の人たちと共に連携して研究ということに期待したいなと思いました。皆さんのそれぞれの取り組みというのは、基本的には全く同じ方向で、社会的課題を解決することによって地域であったり、あるいは世界に貢献していきたい。社会的課題の解決とビジネスと、この両方を追おうとする志を持っている若い企業の皆さんが出てきているということについて、大変心強く思います。クリエイティブな人間にとって魅力的な地域を作っていく、そのことによってクリエイティブな人間をこの地域に集めて、地域全体をいかに盛り上げていくのか、これもまた大事なポイントになってくるのではないか、こんなことも感じながら聞いておりました。